インありがとう、ユンユンさん。見ちゃったよ。ありがとう、ユン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 。クミさん。ジージは寝てます。久しぶり。ハルルンちゃんありがとう。カナちゃん、ハルルンちゃんありがとう。生まれてないまだ。ジージ浮気してたってこの間たかしに言われてた。本当に？それちょっと。そう、寝すぎっていうか、今日春巻き食べたんやけど、そん時まで起きとったけん。で、食べ終わったのが12時ぐらいで寝たから、今6時間ぐらい寝てんじゃない？誠実との配信見たけど、少しね。ホテルからの帰宅。もうそんなさ、匿名コメント信じらんよ。今日も大好き、エメイちゃんありがとう。ピコさん、アイテムありがとうね。母さんありがとう。拍手、拍手。ありがとう。魚の名前。魚の名前。DM を送っていい？いいよ。どつきメガネ。みかんさんありがとう。春巻きよりみんなやつ。うちもそう。劣化した。仕方ないやん、それは。太った。梅子さんありがとう。よく寝てますって。ルイージがよく寝てます。お魚さんみたい。元気です。赤ちゃんは2400ぐらいかな、可愛かった。そう、水槽はね、定期的に母親が、顔ブスすぎてマジで。風呂も入ってないし。タマはね、もう飽きたよ。この魚も何もしなくなった。乱交とか専用類似。専用浮気。クッキーさんありがとう。いやだから匿名コメントは信じらん。もう分かったって、別れさせたいんでしょ。3人とも 2400g でした。たかしさんが言ってたの本当？嘘。本当ですか、カノンさん。頑張ろう。陣痛が怖い。怖い。ゆうちゃんありがとう。さっきね、お母さんにうちの母子手帳を見せてもらったんだけど、うちは 3100g だったね。3100g。で、10時間分。陣痛の時間が10時間って書いてあった。やばくない？春回数増えた。夜がめっちゃ春。
ほこりさんも頑張ろう。38時間やばい。すごい。顔むくんで。今も春巻き食べてた。あのクソ男。アインさんありがとう。乱交パーティーとかするわけない。そんな、あの人普通よ、別に。そういう性に対して。普通だよ、割と。早い早いコメントが。自分の子じゃないって言われてたことについて、別に口だけだから。海虎さん、僕たちも配信をついたいですか。かわいい。はい、どうぞ。どうぞ。綺麗、魚かわいい。うちは？うちは？ヒーヒーフー。ご飯何作るの？何も作んない。マキも大変だな。だな。言ったか。ありがとう。ありがとう。母ちゃん、ありがとう。ハイスペック。まあでも、介護士とかさ、美容師の免許ね、いいよね。魚の名前ない。シュタさん、ありがとう。コインバカ、ありがとう。嫁がしそう。ゆうさん、ありがとう。家族いると別人、同別人？どういうこと？エビね、いたけどね、いたよ、エビ。エビいたけど、今は知らん。興味ない、別に。なんでそんなに目がうつろなの？黒目が小さいから。ね、エビは掃除してくれるよね。ファインディングにもでもそうだったよね。黒ずんだエビ。高身長でムキムキ、高収入の旦那。でもうちのタイプはルイージだから。寝てばっかはうちも嫌だ。朝か昼に起きてどっか行ったりしたいよね。そう、キャス久しぶり。あ、入れ墨ね、隠して行ってたよ。眠り病。顔色心配。ちょっと黒いからね、腹が。まあ、車、ね、言ったら使える。座りはね、ほとんどない。昨日の夜ちょっとなんか、昨日検診終わった後ちょっと気分悪くなったぐらい。むくんでる。そう、うち意外と一途なんですよ。一筋。何キロ太った？今62ぐらい、うん、目の下はいつも真っ黒。出産緊張する。ネットの文字最近配信通知が来るね。
見れないけど、新生児楽しみ。感謝。62キロだよ。あ、61か。バッグを、あのショルダーバッグ外したら61だった。そういえば可愛くなくなった。あ、久留米市でね、チャイルドシート多分ね、あのリサイクルショップで買う。シャシかどうかは知らん。うちは目が石灰を切ってるよ。それだけ。ん、ミートボール寿司美味しかったよ、うちはね。おかずにしていい？いいよ。うちにもおかずちょうだい。アップきつい、わかるわ。でも見えないからね。赤ちゃんは2400です。元の体重51キロです。メガネはね、こんな感じ。壊れてはない。あのね、踏んだんだよ、一回。そう、福岡だよ。別荘で作ったパリスミキはどっかのラブホに忘れた。お腹大きくなった、見る？なんで口歪んでんの？手術昔したから。ちょっと待って、広角レンズしてないんだよ。なんかようわからんわな。こんな感じ。どうせ小さいって言うんでしょ。どうせ小さいって言うんだろう。部屋行こうか。そう、ここまでは大きくなったぜ。小さくない、ありがとう。行きます。この暗闇の部屋に。
つまで寝るの？いつまで寝るの？うわ、なんか聞こえる。いつまで寝るの？配信してんの？ツイキャス。ツイキャスか。いつまでだって寝れるよ。一応ね、6時間は経ったんだよ。うん、あのね、うん、大魔王さん4時間睡眠ね。うん、今6時間は経ったよ。大魔王さんは立派なお仕事があるから4時間寝て仕事頑張ってんだよ。俺にも立派な仕事を作ってくれよ。なんで映すんだよ、それ。お前マジでやるぞ。ツイキャス。うちの寝言映したやん。お前だって映すだろ、俺の寝言。わーわーわーって。絶対映してる、お前の。大の字で寝てるところ。しょんべん行きました。ケツプリプリ。起こしちゃった。いや、うち可愛くないでしょ。いや、まあ、これで起きたかな。ちょっと待って、玉に餌入れるわ。玉ちゃん、お腹すいたよ。はいはい。召し上がれ。食べてきたのよ。おすすめ規制かね、まだ。おすすめ規制ですかね、私はまだ。全然あの送ってないんだけど。乱行パーティーとか行かないよ。ねえねえ、なんかたかしさんがルイジの浮気暴露したとか。嘘でしょ。乱行パーティー行ったって。行かねえよ。行かないよね。うん、そんなことするわけないだろ。匿名だからだよ、こっちは。そうそう、だから匿名は信じないよって言ってたんだけど、うん、まあ一応聞いてみた。起きたよ、お腹すいたよ。何作る？お腹すいた。春巻き残ってるよ。ああね、大丈夫だ、お腹いっぱい。キャベツがあるよ。うん、お腹いっぱい。うん、ハメ撮りがあるってよ。嬉しい、見たい。見て、見せて。俺などんなセックスしてんのか見てみたいわ。見せてよ。豆腐、納豆ある。おすすめ規制じゃないのこれ。わかんない。600人も来てるってすごいね。久しぶりしたから。ありがとう。うん、ありがたいわ。お母さんそっくり。うちの母ちゃんに似てる、ほんと？似てる。お母さん似てた、メガネ外した。俺メガネしたらお母さんになる。そんなメガネじゃん、うちのお母さんのメガネ。え？貸して。あ、似てる。ケンジー。似とうかも。目が似とう。ケンジー。予定日8月28。ね、似てるね。カチに電話するか。あーまちゃん、ありがとう。ありがとう。いや、電話するか、金貸してくれって。
目の下のたるみの整形したいから20万金貸してくれって整形する費用貸してくれっつって。匿名さんありがとう。電話するか。ルイジさん後ろに何かいるとか言われてるよ。なんか言われるんだよ最近。ねえねえねえ、かーちゃんって人見えるん。なんかうちがいいよ言われるんだよ。やめろよばっかり。でな何してんだよ。これでおらんくなる。怖えよ。言えよ一回。いや言っちゃいかんちゃん。そうなの。うん、びっくりさせないかんと、うん、おらんくなったろ。なんでいきなり叩かれたの。中溝社長見た。まあ流しとったら見るんやね。ぶっ潰してやりてえ。あいつぶっ潰してやろうか。まだおる。今から配信してぶっ潰してきてやろうか。ホワイトセージ炊くわ今から。ドラキュラさん買ってあげるばい。むくんでてもいいだろう。しょうがないだろうが。昨日ポケモンずっとしてたんだから。全クリしたのね。うん、ポケモン全クリしました。で、全クリした後やることが3つぐらいあったの。なんかもう1回ポケモンジムを全部回って。なんでホワイトセージ炊くの。臭くて俺好きじゃないんだよね。ね、ポケモン4日ぐらいで全クリしたよ。何ゼロの秘宝って。これでね、浄化できるね、ホワイトセージ。やっぱツイキャス楽しいね、コメント早くて。話すことないときはね、コメントしてくれるもんね。そうそうそう、びっくりした人すごいから。だから庭の子が良かったんだけど、庭、これからまた庭やる？すぐ怒るんだ。あ、おすすめ規制外れてるんだ。嘘でしょ。嘘でしょ。本当にちょっと待って、今見てみる。配信してなくても外れるもんなの。外れてる。嘘だろ。俺のおすすめ規制は外れてる。ありがとう。文字ムカつくんだけど。俺のおすすめ規制ホワイトセージ炊くわ。お前あれだろ、全然謝罪文とか送ってないだろ。見たいのやつ。何でなったんだっけ。俺のことタンブラーパンチでバカ野郎。ムカつくんだけど。あいつ俺のことさ、タンブラーでパンチしてさ、こう出血ブワーってしたんだよ。それでね、1ヶ月も経たないでおすすめ規制解除されるってさ、許せなくね。カワハギパンチじゃないだろ。俺がパンチされたんだから、カワハギパンチされた方だから。いや、しつこく血見せてねえよ。おすすめ規制、あれどうやっておすすめ規制見んだっけ。ヘルプと問い合わせ。なんで俺おすすめ規制なの。俺の方はずっと俺の方おすすめ規制なんだけど、マジムカつくわ。いつの間にか取れてたね。よかった、今日やってみて。もう暇すぎて。俺あれだからね、俺あの、ルンコっていう、ルンコっていう おばあちゃんに2000円でやらしいことさせてよってずっと言ってたら、売春で、うん、2000円でやらしいことさせてよって言ってたらおすすめ規制になっちゃって。吉沢亮に似てる。1年ぐらい取れないからね、おすすめ規制。冗談ってわかるやん。ありがとう。冗談通じないの。うししで、ありがとう。デパツじゃねえ。デパツはもうその前1回おすすめ規制取れたんだよ。2ヶ月ぐらい取れたんだ、おすすめ規制。タンマどこ行った。外行ったんじゃない。平野翔に似てるってよく言われるんです最近。街歩いてると、あ、キング&プリンスの平野翔さんに似てるってよく言われます。父出しって何。
言われるんだよ。吉沢料理もたまに言われるね、抹茶歩いてる。あ、キングダム、キングダム、キングダムの方だって。何、盆踊り日記って。あ、ひめかちゃん、ひめかちゃん。ご無沙汰しております。ありがとう、ひめかちゃん。よかった、ツイキャスして。ひめかちゃんにお世話になってますよ。お世話になってます。またローソン行こう。ローソン行こう。うん。うん、ローソンの商品全部買えちゃうんじゃない、そのうち。本当だね。右から左。ハックしちゃうか。うん、右から左。うん、姫かたん来ました。盆踊り、ネキ、ニキ、どっち？立ち合いじゃない。高畑敦子の声真似てどういうこと？名言教えてほしいよ、高畑敦子の。うちの息子が誠に申し訳ございませんっていう謝罪会見しか知らないよ。おっぱいもみもみしたい。うちはした。いいだろう。あーね、福岡のクラブ行っても面白そうだね。一回ぐらい行ってみたいね。わー、ひめかちゃん、ひめかちゃん、ラインギフト来た。最近そっちにハマってるの？ラインギフトにハマってるの？いや、いつもラインゲストだよ。で、あの、あれだ、そう、中身が、中身がローソンだったり、中身、そう、あ、ひめかちゃん、ありがとう、うん、聞いてるかな、この前もらったのに、アマゾンありがとう、うん、言っちゃっていいのこれ、また、ひめかちゃん、うん、中止、すごいよ、悔しいってなって、ひめかめん、ひめかめんって。ひめか様、うん、ひめか様が、ひめか様がアラブの石油ビルゲイツソフトバンクさんひめか様がいないと言ってきない。長寿のひめか様、お金持ち、美人、おっぱい、お金持ち、デカパイ、ありがとう。言い方、デカパイ、くびれ、ありがとう。可愛くはないけど、あなたよりはマシかな。配信に危機感あるのになぜ配信しない？最近ポケモンにハマっちゃって。やることなくもう明日からやるぞ。ひめかちゃん、ありがとう。一個じゃ収まんないの、ひめかちゃんの愛の力は。じゃあ俺も LINE 教えといていい？ダメ、絶対ダメ、絶対ダメ、うんうん、一緒にご飯はいいけど、うん、LINE はダメ、うん、一緒にお風呂は、うん、殺す、殺す、うん、あ、ジサティンさん、こうだろ、あ、ジサティン、こんばんは、ありがとう。わー、そうでしょ、3発目来た。ひめかちゃん、ひめか様が、ひめか様がアラブの石油ビルゲイツソフトバンクさん、ひめか様がいないと言ってきない、長寿のひめかちゃん、お金持ちストップ、ありがとう。デカパイクビル、ありがとう。ひめかちゃん、うん、ちょっとね、おめでたいこともあったんだよ。ジサ様、ああ、聞いたよ、聞いたよ、ひめか様。そう。うん。ね、ひめか様がいいこと、おめでたいことがあったのに、俺らが漏れちゃう。俺らが贈り物しないとなんか。できないっていう。うん、やるよね。ひめかちゃんのね、ああ、ひめかちゃん。ラブ、ありがとう。た、玉あげちゃわないもん、この際。ひめかちゃん、うちの宝物、玉あげます。俺の金玉じゃないよ。猫の玉だよ。おもろ。うん。いや、あ、ん？何？いや、ジサティンさん、あの、YouTube 来てください、アイテムね。ジサティン、うん、YouTube 来てください。また、あの、牛タンお願いします。いや、食べたいね。おばあちゃん、タマ大好き、うん、俺の金玉かと思っちゃったよ。ね、猫の方ね。乱行パーティーは、それもうあれでしょ、連れて行ってほしいね。たかしさんもふざける人だから、きっと、うん、ここで連れてほしいよ、たかしに言っといてくれよ。そういうタイプじゃないけん、この人。なんでだよ、なんでそういうタイプじゃないってお前が知ってんだよ。俺の何を知ってんだよ、お前。意外にあの、何、質素だから。10ヶ月です、今37週。
なんで王子ってあんな顔にツヤあるんだろうね。ツヤ、うん、シワないし羨ましいわ。しんどい時期騙されとっけ。エミタロ乱行パーティー行ってるから。うちが なんでその本当だって言ってる人はあれなの、あのアカウント出さないんだろうね。匿名で言うから、ね、だから最初言ってたよ、うん、いや匿名は信じないよって、うんうん、でもみんなずっと言うから、いや政治の枠で言ってたよって、うん、YouTube あんじゃないとか言うからさ。私も10ヶ月なんで宇宙人の絵文字なん、うん、無痛分娩なんですね。ありがとう。ちゃん乱行パーティーはおばおじら淫乱が多そうなんね。えバッチリよね。バッチリ。確かにパーティーやし、それならまだ風俗の方が衛生面ちゃんとしてそう。うん、なんで知ってんの姫香ちゃん。あれ俺姫香ちゃんもしかして。イメージって言って。あイメージね、うん、イメージ。姫香ちゃんマジ、うん、心も体も綺麗だから。本当かよ。うん、ありがとうコイン。ありがとう。老けた。老けるよそりゃ。お風呂入ってないし。5人目にして初めて無痛分娩。無痛のはいいでしょ。痛そうだよね。高地は素人の寝取られでしょこれ NTR、うん、でも高地さんも AV 男優はあれ嘘って聞いたよ。そうなの。うん、なんかAV 男優ではないらしい。エクステつけたい。みきさんこんばんは。つけたいけど我慢しとる。こんばんは。いいよ、みんなが許すならいいよ。みんながいいよってエミリーつけておいでって言うんだったら全然いいよ。したら明日行くよ。なんで？ん？なんで明日行くんだよ。明日行く。いや、あんたのエクセ使い捨てじゃんって。みんなエクセって使い捨てじゃない？エクセ一生取っとく人っているの？まあでもさ、お風呂の時間も長くなるしさ、まあ、うん、絶対つけんどけばよかったって絶対なるとは、うん、どうせやることないじゃん、お風呂の時間長くなるっつって。ひーたんさん、星さん、ありがとう。髪伸ばす。まあね、うん、髪を俺も伸ばそうかな。髪の毛もちょっと、うん、本当どんどん伸ばしてっていいの、うん、ロン毛大好き。平野翔くんにしてくださいって言いたいんだけど。ロン毛大好き。美容室誰か教えてほしいんだよね。すんごい可愛くて。傷は痛かったですか。あの背中の注射が痛いんでしょ、脊髄の。おめでとうございます。可愛くてやりまんがやってる美容室教えてほしいんだけど。働いてる。なんで。ん、いやだ、どうせエッチできないんだから。可愛くてやりまんの人に髪の毛切られたいじゃん。じゃあ意味が切ったね。可愛くてやりまんだからね。サイト誘われた。サイトってなんだよ何のサイト教えてよ。何のサイト誘われるの。背中から打たれた。無痛分娩？違う違う、帝王切開。うん、帝王切開もね、なんかね、痛みを伴うみたいですね。もう医者に行くの金高いからさ、ね、あれでしょ、入院中30万とかかる。30万だっけ、50万だっけ、わかんないよ。もう普通にさ、ここで産んじゃえばいいのに。俺取り上げてあげるよ。そうそう、 C 型肝炎でも自然分娩できるし母乳もあげれるって。産んだ後にある程度母乳あげて、途中からあのミルクに変えて C 型肝炎治す予定です。ほらエミ頭出てきたよ。あげー、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 ハクーナマタータ知ってる？キングライオンキング。ああ、ライオンキング。ハクーナマタータ、こ
こんな大きくないか。ちっちゃいだろうね。暴露動画探したい言ってたの。言ってただけだって。たかしさんっておふざけする人じゃん。ニヤニヤしたりでしょ。なんか盛り上げるために言ったんだよ。浮気できない、この人。できるよ、言う。できないよ、うん、うちが怖いから。じゃあだからエミリさんアンチはさ、誘ってよ俺のこと。浮気してっつって。誘っとるやん。TikTok 来るやん。ののやったののとか。いつでも行くから。ね。暇だし。そういう案件来ないとさ、何もやることないよ、福岡。俺気持ち悪いもん。俺も今2日風呂入ってないから、だいぶあれだよ。あのもう乱交パーティーに連れてってもらった。仕上がってる。連れてってもらった。なんでそうやってあの匿名信じんの。ね、一応聞いてんだよ。行くわけないじゃん。じゃあ何したん。だからバー行っただけだって。ラーメン食って。ラーメン俺一人で食ってな。だって、うん、ありがとう。疲れてないけど、ただ寝起きで顔パンパンなだけ、うん、あと睡眠不足。みんな俺のツイッター見た？あ、久しぶりです。金太郎さんあれでしょ、あのふわっちだと太郎さんじゃなくて違うけ。なんかね、悪夢ばっかり見る。これ俺、ね、寝言があれかと思う。もう見せんでいいよ。これしか楽しみないんだもん俺の。帰るっつんだよ、これよ。これ寝言だからね。思い出すやん、くも。そうだよ。でも驚かん。人造作るんだね。何してんの。おい。いや、これマジで夢で、夢の状態が現実だったみたいな。悪夢も2日連チャン見てる。恐ろしい。狐じゃない。隣で俺そんなさ言ってたらさ、俺怒られてんのかなと思っちゃうでしょ。あまちゃん、ほんとかね。ほんと夢、なんか夢見るらしいよ、妊娠してたら。悪夢とマイスリーとか飲まない、うん、目の整形戻ってないよ。上のたるみ取りたいわ、ほんと。のんたさんですよね。10万で取れないかな。行くとさ、絶対さ、50万とかさ、20万とか80万とかって言われちゃうんだよな。それ無理が浅いから。10万で取る。紹介してよ、じゃあ。予定日、まあね、予定日だとなんかモニターになってもね、撮れない。モニターでもね、ダメなんで。言ってるよ、めちゃめちゃすぐ戻る。本当？本当にやった人いんの、姫香ちゃんの周り。姫香ちゃん教えてよ。で、姫香ちゃんに紹介してもらったり、紹介してもらって、教えてもらって、で、姫香ちゃんに払ってもらいたい。俺月々返すから。やばすぎる。月々 YouTube ポイントで。なんでポイントって。ふわっちポイントと間違えてんだ。 YouTube ポイントで。えみちゃん好き。あもちゃんだって名前が。みたろちゃんいない間はたかしのところ行かせちゃダメ。死亡だと思うからダウンタイム長いかもって。看病してほしい。誰に。もちろん決まってるじゃん。鼻水出ちゃった。
同じ名前のあまちゃんだったね。セイジがポロったってことは本当なんじゃない？何を？配信外で高橋さんがセイジさんに言って、だからトーク名を信じるなよ。こいつバカなの本当。誰が？お前だよ。ずっと会見のどうせ一人か二人だろ。そうなん。なあ、サイトってなんで教えてくれよ、サイト。ね、もう今頃眠くなってきた。バカなのかなと思っちゃうよ。なんか韓国だと日本旅券3分の1かもしんないけどさ、信用できないじゃん。こんばんは。何ネットだよ。何それ教えてほしいんだけど知らないんだけど。つかんない。俺に言って教えて。怖い。シジットアクト。やばい、携帯が充電できない。あ、ついたついた。高橋が誠治を乱行に誘ったんだよ、お前と行ったとこだって。知らねえよそんなの。なんで信じちゃってんだよこれ。高橋に電話するかじゃ今から。絶対行ってませんよって言うに決まってんだろあいつ。高橋に自分の子供じゃないって言ったって。知らねえな、バカ。じゃあみんなあれ匿名でエミリの悪口言ってみ。本当なのに。うん、じゃあいいよ、電話してもいいよ。エミリの悪口って全部。うん。なんだなんだ急に。時間で変わるようになっちゃった。5時45分でいきなり携帯が変わったんだけど。腕にラメつけて帰ってきたじゃん、遊んだと。ラメなんかつけてるさ、バーバーいねえだろ、乱行して。乱行してるやつがさ、ラメつけてたらさ、もうみんなにラメ周り映りまくるじゃん。もう浮気してますよってみんなに言ってるようなもんじゃん。ラメつけるわけねえだろ、乱行するやつが。でもね、乱行とかするタイプじゃないと思う、うん、風俗とかじゃない、この人。風俗嬢に近々に DM 送ってやるか、うん、風俗呼ぶかだよ。バスケ怪しいでたから毎回バスケの動画持ってきてるから、送られてくんで、なんかバスケの動画って、うん、バスケは疑ってない、うん、てか普通に疑ってないよ、結婚してから。エミリーのラーメンだよ、エミリーのラーメン。そう、エミリーのラーメン、ね、エミリーしかラーメンなんかつけないだろね、姫かちゃん。いや、行きたいよ、なんか誘ってくれるんだったら。じゃあ一緒に行こうよ。なんでだよ、そんな腹で誰が回せ回せっつって。そんな腹パンパンでさ、あと 2,3 週間で生まれるかもしれないのにさ、ここだけランコパーティー来たよって来てさ、ここだけチュチュつけとく。なんでチュチュって。誘われないといかないだろう、当たり前だよ。わかんないもん、どこで行われてんのか。なんか新宿とか歌舞伎町にあるって聞いたけど。逆に行ったことある人はいるの？チュチュ、チュチュじゃない、乱行パーティー。誘って誘って DM ください、お願いします。いや、せいちゃん別に見ればいいじゃん。赤ちゃん 2400g ぐらいかな。でもなんか顔が真上向いてたから、はっきりとしたあの体重測れなくて。やっぱりあの東京の医療の方が進んでる気がするよ。写真が綺麗だよ、なんか東京の人ら写真な撮り慣れてるよな。うん、あの先生が上手だった、うん、山あの、うん、姫かちゃんが乱行パーティー行ったら、あのあれになっちゃうから列できるよ。そうそうそう、うん、あのよく AV である一人 の, あの人気女優に30人ぐらいが群がるやつになっちゃうから、うん、握手会みたいなのできちゃうから、あのモーニング娘。のダメだろ、 AKB か、他の女の子があの悲しいことになっちゃう。逆子じゃない、真上向いてたから、横向いてたらなんか測れたんだって。
3200すごい健康的。俺回数こなせない、1回もしたらもうほんともう帰りたくなっちゃう。えみたろちゃんな、な、ネット福岡版監視してる、何それ、うん、わかんない。おすすめ上から3番目イエーイ。そんなさ、福岡ってさ福岡に乱行パーティーのサイトがあんの、うん、田中さんご無沙汰です。晩ご飯は分かんない。頭下の方です。もうだいぶ降りてきてる。なんか顔にお面とかつけてるって前ゴーク言ってて、どういうこと？ランコパーティーランコパーティーみんな顔お面つけてんの？いやめっちゃいいやん、楽しそう。ああね、顔わかんないしね。引きつってねえよ。こうか、可愛い子多い？あ、多いと思う、東京よりは。もうこの答え、この感じで。いやみんな、みんな福岡の人いる？体重たい。正直、正直別に関東、東京と変わんなくない？雑。なんかやっぱり、なんだろう、東京の方がやっぱなんか、進んでる気がするね、いろいろ。ねえ、佐賀そうなんだ。熊本は可愛い。例えば若い子で言ったら、東京で、あの福岡で俺ピエン系とかまだ一人も見たことない。地雷系みたいな。そうそう、地雷系とか、うん、でも少しずつ増えていくだろ。わかんない。なんかそういう文化がなんかね、うまく流れて流れてねえよ。何日？2日。2日目、昨日入ってない。うん、ネットの文字も言ってた、まだ8月に入ってから、9月か、9月に入ってからお風呂入ってないっつって、2日ぐらい前に言ってなかった。9月、8月、今何月だよ。8月か、もう9、あれもわかんねえよ、月も。なんで虐待が NG なの？なんかしつこいワードは NG ワード入れた、昔ね。おでこもヒアルロン酸入れてない。赤ちゃんの性別女の子だよ。福岡の悪口ではないだろ別にそう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 、言ってたよ、もうツイキャスで配信で。嘘でしょ、そんな。いや、ここ結構あれでしょ、ね、王子の枠見てる人多いから、みんな聞いてたんじゃない？うん、チラッと見たら言ってた。しつこいのはブロックする。でもよかった、おすすめ規制。ずる、おしっこ。俺もおすすめ規制。だ腰が痛い。割とマジで。マジね。すごいよね、配信始めたらさ。おいじ、もう一日中配信したでしょ。お髪切ったんだ。いいなぁ。なんで逃げるの？逃がしてやりゃ、俺のこと。そうそうそう、おじすごいよ、顔出ししただけで。普通のやつだったらこんな強引じゃなかったからさ。強引な人なんていないじゃん。あの普通の人だったら、あの歌舞伎町の日々が一生続いたんだろうな。
いや、喧嘩してないからじゃない。穏やかに過ごしてますよ。そうそうそう、フワッチが楽しかった。でもツイキャスも楽しいね、やっぱ匿名があると。儲かるからツイキャスの方がいいけどね。歌舞伎正解。俺がしつこかったな。そう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 、大門さんずるくないですか。タンブラーパンチして血だらけなのにフワさんが投げやすかったりしそうでしょ。楽しいしね。なんか全てのいいところも、それでもなんか配信者的にはね、なんかTikTok とかツイキャスとかの方が人が多いじゃん。配信はやっぱりなんかする人からしたらちょっと怖いんだろうね。やっぱお金がかかってるから、あのイベントとか出るとディスり合いとかさ、上げ足の取り合いとかやっぱりしちゃうんじゃない。 TikTok とかツイキャスとかは多分そういうイベントとかがないから、あの戦いがあんまり、戦争が起きないよね多分。今俺配信者じゃない、俺今ポケモンマスター。関わった TikTok 見てないから俺もよくわかんないけど、その上空気読めるようなふわわかんないけど、ね、なんであんなあれなんですかね。 A 版社は絶対無理みたいなルール、どんどん配信してく人減っちゃうよね。投げ石の取り合い、そう。ポケモンの名前言えないんだよ、ポケモンの名前。あの俺さ、あだ名でさつけてくからさ、ポケモンのあだ名つけて、はあのゲットするから、一番気に入ってるポケモンの名前がよくわかんない。黒髪のがいい、ネイビーなんだけど。終わっちまったよ。何作んのよ、みたいな。お腹すいたね、ちょっと。うん、寝て起きて、寝て起きての繰り返し。疲れちゃった、春巻き。食べに行くか、買いに行こう。短くしたらいいのか。お腹見たいです。見せてくれよ。なんか美味しいもんないっすかね。ダイエットしなきゃ。昨日から漢方ダイエットやってるから。飲めばもう。まずいんだよ。だご飯食べるって決まったら飲むよ。食前に。うん。入院したら新ヤバさ取ってほしい。まずは新宿まで帰って、そこからお母さん連れてこないと。寝起きだからシャワーも浴びてないし、これがリアルな姿です。お母さんに熊取りのお金出してもらおうかな。これ YouTube に載せようかな、アーカイブ。クイズすごくない？うちの方がすごい。産むの怖い。うん、かなんとかがいい。顔むくんでるよ今ね。ほんと福岡に平野翔って言われてるから。福岡の目座ってない、開いてるよ。塩分取りすぎだとあれなの、むくむの。むくむむくむ。そのせいで俺顔いつも しょっぱいもん食ってるからむくんでんかな、うん、むくんでない。でたるんじゃってんの。むくんでない、しわしわだって。宇宙がむくんでると。そう、黒目ね、小さくなった。カラコンずっとむくんで太るのしてるから。むくむと太るの。11週でさっき出血してこい、あの電話した方がいいと思う、病院に。妊娠してないんじゃない、生理来たんじゃない、遅れて。瞳孔開いてますか。
目の下取りたいよ。いつもすっぴんだけど、なんか今日はマジでどうしちゃったの二人。別に普通。むしろ YouTube もっと画質悪いな。顔。あ、これフィルターつけてないか、多分。うん。つける。つけてこれ。つけてこれ。謝ってほしいね。顔まるまるかわいい。福岡で美味しいもん食わせてよ、うん、あそこ行きたいね。まだでもやってないわ。7時だ。もう7時。病院繋がらない、こんな明るいのに7時だよ。すごくない？福岡。あまちゃんに言った。なんか美味しいもん教えてよ。ここ行きなってところ。妊娠してない発言、何それ。こないだ寿司食ったばっかだしな。寿司も違うしな。寿司一番いい。みたろちゃん、なんとかザキミヤって、わかんない。収益規制だよ。なんかさ、大陸牛丼行きたい。大陸牛丼行きたい。回転寿司とか行くと、なんか食いすぎちゃうんだよね。ミスラインが、小ザキ。本当？ちょっと。寝起きだからじゃない。何寝起きだとフェイスラインシェットするの。春巻きパワー。箱崎宮って言うんだ。聞いたことある。でも行ったことないと思う。むくみの原因は外食だ。都合の悪いコメントスルーするに決まってんだろ。本当だよ。やめた首。ここやで。ここやで。ほら、ちょっと首出てきたんじゃない俺。ほら、首出てきたんじゃない？ほら、俺。落ち着いてよかった。みんなのおかげです。優しくしてくれるから。ありがとう。春巻き美味しかった。なんかね、なんかお好み焼きみたいってお母さんも言ってた。そうそうそう。でしょ？なんか、キャベツが入りすぎてんのか。そう、キャベツって感じ。なんか、小麦粉が入りすぎてんのか。片栗粉、そう。片栗粉だろ？お母さんも同じこと言ってた。食べた後に、なんかの味に似てるなと思って、失敗言ってたんだよ。失敗です。で、寝る前に思ったら、あれ、あ、なんかお好み焼きじゃねえと思って。あ、回答聞いたさ。おばあちゃんと話し合い、あの次の日にお互い謝って、夜9時以降はもう料理しない、ごめんねって言って謝った。なんで、うん、別に静かにすればよくね。なんでそんなあれなんだろうね。お店出すんじゃないからいいやん。うん。でもパパ。パパ。お腹下がってきてるらしい。赤ちゃんの頭がね。いや、違う、逆転してた方がいいでしょ。赤ちゃん2時間起きとか3時間起きになんか泣くんだろ。いや、今のペースだったら。頭おかしくなりそう。今のペースなら、だからこれでおかしくなるんだったら赤ちゃんもっとおかしくなるよ。ワンワン泣くんだから。寝すぎではないんだよね今。6時間睡眠でもまた夜寝るから。ご飯食べに行くじゃん、帰ってきて3時間以内に寝て、そう、寝るんだよ。だから寝すぎは寝すぎねえ。大門さん、じゃあよかったってことで。アイさん寝ちゃった。してるよ、家でどっしりしてるだろ。ポケモンもしてるし。終わっただろ。生きてるだけで。いやでも返してこい、ソフト。違う違うんだよ。あのポケモンね、全クリし終わった後、またもう一回ジム回りしなくちゃいけない。ジム回りし終わった後に、あのポケモン全校生徒でポケモン舞踏会みたいな。